高知市の北部の古い住宅街に建つこの新築の家、木造の2階建てです。外壁は下は焼き杉です。杉を焼いて表面を炭化させています。汚れに強いですね。そして上の方は白い漆喰壁、このコントラストがなかなか美しいです。こちらは建物の南側、庭に面しています。ヒノキの木のデッキ、ここがなかなか居心地がいい空間です。庭にはバーベキューセット、そしてこれから庭が作られていきます。玄関の階段を上がると右手が入り口になります。これは県産のヒノキで作った郵便受け、おしゃれですね。玄関を開けて入ったところです。丸い上がりかまちが特徴です。靴箱はたっぷり収納できます。奥に入っていくと、この空間に車椅子を置くスペースを作っています。廊下を入っていくと右手に広いリビングダイニング、木がふんだんに使われています。床はヒノキ、そしてこの力強い梁、天井の板、柱は県産の杉です。ここの扉はガラス戸になっています。部屋と部屋がつながって広がりも感じられる、そういう作り方です。こちらの家具類も県産の杉を使って設計者が設計をして作りました。オーダーメイドのキッチンの特徴はシンプルですね。この白いタイルもなかなかおしゃれですが、ここは実は料理教室をすることにもなっていて、でそのためにちょっと突き出たところを作って、ここで料理をしたり材料を整えたりというふうに使うというふうに聞いています。高知県産のヒノキで作った丸テーブル、イータステーブルと言いますが、なんといってもこの特徴は丸いということで、座った人たちが非常にこう距離が近い、それとこのテーブルの足がですね、奥に入っているのがこれ特徴なんですよ。どこからでも座れる、これがまあ設計者と職人さんの技によるコラボレーションです。リビングダイニングの奥にある和室、非常にシンプルな作りですが、まあ、簡単な床の間的な雰囲気も持っています。やっぱり一箇所は畳の部屋があると落ち着いた感じが出てきますよね。薪ストーブです。柔らかい暖かさがこの2階建ての家全体を包んでくれます。2階に上がると左手にトイレ、そして正面に手洗いです。広い手洗いの上に斜めにこう前に倒れたような鏡があります。小さい子供さんとか、それから車椅子でも自分の姿を見られるという、それが特徴ですね。明るい日差しいっぱいのこの部屋、ここも木がいっぱいで、床も壁もそして窓枠もすべて県産の杉を使っています。柔らかい杉の香りが漂ってきそうですね。ちょっとした隙間に書斎コーナーを作ってありますね。そしてその奥に見えるのが1階からずっと上がってきている薪ストーブ、ここで焚かれた柔らかい炎がずっと上まで上がってきて、暖かい空気がこの家を循環するということになります。この上にはロフト、これも全て杉ですね。杉の部屋に入っていくみたいですね。この家は県産の杉とヒノキをふんだんに使っています。しかも高知で使われてきた古い材料を職人さんの手でこう作ってます。そして家に入るとともかく気持ちがいい木の香る家になっています。設計さんの要望を設計者が取り入れて居心地のいい空間を作り上げました。この家は、願わくば100年、
でもそれに近い年数を住み継いでいける、そんな素敵な家だなと思います。